とうございました。時はまだそんな喋んなかったよね。喋ってたよ。ちさきちゃんって言ってたよ多分私。嘘。言ってたよ。いきなりちさきなんて言わないよ。私なんて言ってたろう。普通にみゆちゃんじゃない。うさこじゃないんじゃない。私うさこって言ってたよね。今はね。うさぎちゃん。うさぎちゃん。でもそうだね。ね。ちさきちゃんって言ってた。嘘。言ってたよ。あ。浜さんって言ってた。あれ沢井様って言ってたでしょ。はい、そうだよね。そうだよね。様つけちょっとね。でも最初の方はずっとレイちゃんって言ってた。ケイちゃんは。ケイちゃんって言ってる？今はケイちゃんって言ってる。あ、ケイちゃん、ケイコちゃん。ケイちゃん。私下だから。あんま変わんないけどね、ケイちゃんもケイコちゃんも。やっぱ最初の方がウィーウィーしい感じ。何事にも撮影の現場でもちょっとういういしい感じがあったと思う、ね、熱い気持ちはセラビ私が私でいる限りセラビあなたを愛し続けたい目の前にあるこの瞬間が生きる場所いろいろやってるよね。本当セーラームーンでいろんな経験させていただきます。本当に髪長いよね。変身が多分一番スーパーだもんね私。うん。髪長い。うん。ハート作れちゃうからね。ね。またこれもすごいよね。でももう5ヶ月経ってるんで。そっか。かっこいいね。おかしい。これどうやって撮ったの？横の。どうやって撮ったっけ？そう、うん、ふらついてんだよ。だってこの頃ってこのブーツの名前ってなかった？そうだね、そうだよ、そうだよ。だから、うん、
ぺったんこじゃなかった。勝ち怒ってる。勝ったもん。ほんとね。アミちゃんで戦うとき余裕ぶこいてる。だってさ、なんだっけ、マーキュリー。赤ミスミスト時もさ笑ってるし、変身時も笑ってないよ。戦う時も笑って、ユーマを倒すのが好きなんだよね。何だっけ、倒したわみたいな。倒したもん。あ、そっか。レイちゃんが一番手こずったのか。レイちゃん反抗的だね、今思うとすごい。ね、今思うとすごい怖いね。ね、よくウサギちゃんのアタックしてるね。仲間になっちゃったね。ね、気が変わったんだろうね。ね、似てるっていうじゃん、ウサギとミユ、うん、が、うん、そっくり。まあ、アミちゃんは似てる、似てないよね、あれ頭いいとこは。で、レイちゃん、レイちゃんもほらなんとなく雰囲気似てんじゃん。うん、まこちゃんもすごいなんかあれじゃん、みなこちゃんも。ももちゃんさ、本人とさ、ももちゃんの時とさ、もしかして違いが大きくない？幻の銀髄書、うん、ね、うん、怪しい。でもさ、普通に赤髪似合うよね。似合う。マスオくんがいいキャラですよ。ね。でも私あんま話さない。話さない。めちゃくちゃ初っ端もうみんなちょっとね、いいキャラって言ってた。楽しくやってた。そうで、マスオさんが男の子の一番年下か。うん。だから、だって最初は松村さん散々怒ったりしてたのに、すごいもう、ね、お気に入りだよね。お気に入りなんだよね。ちさきと同じか、ちさきの次ぐらいじゃない。本当にすごいお気に入りだよね。そうね。すんごい松尾さん頑張り屋さんで一生懸命だからさ。もう本当すいませんと思います。一生懸命だから応援したくなっちゃうよね。頑張れ、頑張れ、頑張れって感じ。秘密だよ。まあでも、まあ、まあ選手が増えて、うん、ね、まあなんかハプニングが起きて、なんかいろいろあるね。後半、ね、後半とか次が覚えてる、結構覚えてるのかな、うん、し登場人物とかなんかキャラが濃い、濃いっていうか増えた、増えた、増えたよね、がある。あとみんなの関係性がほら、ね、すごいこと出されてくるじゃん。1,2,3,4 は仲間集めだったけど、その3,4,5,6,7,8 がそこかね、うん、みんな中を ね、 ね、だんだん映してる感じです。せーの。